川圭介です。動画を見ていただきありがとうございます。今回は今日から使えるセッションフレーズということで、少し上級者向けの内容となっております。日頃セッションに通う方でですね、実際どういうフレーズを叩いたらいいかわからないだとか、フレーズの引き出しがちょっと少ないという方ですね、そういった方へ向けて僕が常日頃ですね分析し研究している内容ですね、こちらを共有していけたらなと思っております。今回のテーマはフラムですね。フラムって結構普段基礎練習でやりますけど、実際フィルインで使おうとするとなかなかかっこよくならないなと思ってたんですよ。上手いミュージシャンはですね、スイスフラムをうまく使いこなします。ということでですね、今回はスイスフラムを使ったフレーズの活用法ですね、こちらを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではですね、ドラムをする上で役に立つ情報を日々発信していきます。なので今回ためになったなという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。